ここが。お姉ちゃん、どこにいるの？いつき、翼から目を離さないで。わかった。クロム、力を貸してほしい。ああ、任せろ。よっしゃ、俺たちも気合い入れてこうぜ、カイン。おお、誰よりも早く戦場を駆け抜けるぞ。ミラージュの気配。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。やっ、みんなチャンスだよ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえ。もらった。なんか初めて見るのがいるよ。逃がさないんだから。決まった。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八か、難しいか。走れ内向。やられる準備はできたかよ。よっ。うわ、今ぼーっとしてなかった？瞑想。はよかった。いいね。一か八かで切る。やった。私から行くね。いいわね。みんな大丈夫か？俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。うん。やだ、一気に決めろ。せい。自信はないけど。その技で行きましょう。走れ内向。この日を逃すな。セッション行きます。いいわね。いいぜいいぜ。ジャンプだ。いつもドジってばかりじゃないんだから。えい。よかった。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、これで。よし、やられる準備はできたかよ。でやっ。あと一体、手加減なんかしないから。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。準備 OK だよ。お前ならこの日を逃すな。私から行くね。お疲れ、みんな。
フォーマーが集まるミラクルステージブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。レディアントユニティって言うんだよ。新しいユニティ忘れずにチェックしてね。新しいカルネージが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。シーダ、私に力を貸して。今作ったカルネージ、ここでもう装備しちゃう？次はどうしよっか。他にご用は？パフォーマーが集まったらまた来てね。ナナ。そうだな。これはミラージュの気配。セイ。自信はないけど。バッチリ合わせるからね。走れ、内向。この日を逃さ。セッション行きます。いいわね。やるじゃん。ゆがて見切った。怖いけど頑張るしかないよね。いけるいける、これなら。よし、気合い入れろ俺。はあ、ミラージュアタック、いけるぞ。了解。消費したカロリーで特大パフェは。やっ、やったね。大丈夫か、いつき。まだまだ。俺は負け。みんな大丈夫か。
この力、受け取って、翼。いいかしら。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。あのさ、はい、っに気をつけろ。せい。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。この技で行きましょう。とどろけ。この日を逃すぞ。私から行くね。これで。こいつ初めて見るぞ。やってみねえとわかる。いかて弱点発見。俺から行く。次、私だって。決まった。なんか初めて見るのがいるよ。助かった。任せて。助かった。やれやれ。さて、これで決まった。油断するなよ、トーマ。わかってるって。ふっ。どんどん行くからね。逃がさないんだから。いいわね。ご声援ありがとうございます。敵が現れたぞ。やっ。まずいな。それよ。走れ、内功。やった。セッション行きます。決まった。この槍さばきに刮目しな。バッチリ合わせるから。弱点だ。まずは俺。よろしく。任せて。大成功。みんな気をつけてね。
倒さなきゃ。走れ、ナイコン。ラスイチ。よっ。私に倒せるかな。ぜい、大成功。みんな、ありがとう。俺の技。今のイツキなら使いこなせる。敵が現れたぞ。てらっ。敵の気配は消えたようだ。敵だ、一気に決めろ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。こいつ頑張るしかないよね。初めて見るぞ。逃がさねえって。初めて見るやつだ。慎重に行こう。このまま引こう。戦いにも慣れてきたな。やってみねえとわからねえな。どうよ、俺の槍は。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、よし、セッション行け。絶対つなげてやるよ。クロム、解き放つ。おお、俺に続け。とどめ。その調子だよ。いけるいける。落ち着いて、集中して。最高だ。おっと、どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。一か八かで。バッチリ合わせるからね。見切った。ここか。みんなついてきて。決まった。次はどうすんだっけ。ふっ、ざっとこんなもんや。よーし、もうひと頑張りだね。シーダーに教わった通りに。ラスイチ。ほら、やり。熱い戦いだったぜ。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。
け、いきなりか。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。その技で行きましょう。走れ内功。よし、セッション行きます。決まった。やれやれ、こいつ初めて見るぜ。いつでもいいぞ。はあ、聞いたぜ。俺から行く。任せた。私だっていいわね。任せて。めっちゃなかった。一気。まだった。俺に任せて。私はミラージュマスターだから。失敗しないといいな。シーダに教わった。うんうん。まずは俺。今だ。ナイスコンビネーション。やり。どうしよう。この攻撃だ。バリの刃よ。やった。俺に続け。とどめ。ビビってなんてねえぞ。やってみねえとは。うりゃ。翼の力見せてあげましょう。うん、失敗しないといいな。失敗しないと。飛んでっちゃえ。やれやれ。どうする。一か八かで。難しいかも。クロムみたいに。ここか。衝撃いいぜいいぜ。うわっ、しゃあどんどん行くぜ。うわ、よし、もう一頑張りだね。切り裂いて疾風。いいわね。まだいけるか、カイ。任せろ。よっ、弱点発見。大丈夫か、イツキ。まだまだ。この場合なら。まだまだ大丈夫。えい。思った通り。みんな怪我大丈夫。この力、受け取って、翼。いいかしら。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。敵だ。一気に決めろ。助けてくれ。お、なんだこの声。あ、あそこ見て。誰でもいいから、その化け物をどうにかしてくれ。すみません、もう少し耐えてください。できるだけ早く戻ってきてくれよ。ひとまずは安全か。
助けてくれ。助けよう。イツキ、必ず奴らを止めるぞ。了解。この攻撃だ。クロム、解き放つ。おお。一番やり。次頼むぜ。待たせて。いいわね。手応えありそうだ。いつでもいいぞ。準備 OK だよ。聞いたぜ。始めよう、翼。待たせて。決まった。っやった。この戦い絶対負けられないよ。手加減なんこれ苦手なんだね。どうしよう。せい。正義は勝つ。セッション、それよ。いける。うわあ、何くん、俺から行く。任せた。絶対決めるね。決まった。わあ、足を引っ張らないようにしないと。この攻撃だ。かわせないよ。いいわね。始めよう、トーマ。任せろ。ショーン、自信を持て。お前なら勝てる。ああ。パリの刃よ。決まった。一件落着かな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力、受け取って、翼。やったわ。いいかしら。なんとか、倒せた。ありがとう、君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い。畑中八つ草さん。この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあそんな大した人間じゃないよ。と、それより一体何が起こってるんだ。106で騒ぎが起こって逃げ回ってたら。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。おう、わかった。敵が現れた。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て、翼、一人じゃ危険だ。でも樹くん、お姉ちゃんが。落ち着くんだ。焦っても綾葉さんは助けられない。
ごめん。あんな姿になったお姉ちゃんを見てたら、キリアさんのこととか、いろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ、いつきくん。小学生の頃、今と違って、私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでると、お姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だからもしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って…もっと落ち込むかと思ったよ。落ち込んでる暇なんてないよ。だって私、キリアさんやマイコさんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあ、トーマ。ああ、もちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ、翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちで気をつけろ。みんな、チャンスだよ。やるぞ、イツキ。ああ。絶対つなげてやるよ。キル。この日を逃すな。俺から行くぜ。繋いでくれ。そうね。いいわね。俺についてこれるかよ。それよ。どうよ、俺の槍は。どうよ、毒に侵される気分。絶対決めるね。決まった。やった。さて、その技でいきましょう。この間合いなら。やった、一番槍。次頼むぜ。もう一つおまけ。決まった。見切った。やれやれ。いくよ。オッケー。私の槍さばき。いいわね。俺から行く。今だ。まだまだ。よっしゃ。俺の番か。この日を逃すの。しゃあ、どんどん行くぜ。ほら、ざっとこんなもんや。今、ぼーっとしてなかった？この攻撃だ。瞑想してただけだよ。私の槍さばき。うんうん。始めよう、トーマ。任せろ、とどめ。早く、倒さなきゃ。くらえ。カインの力を使いこなす。でや、ざっとこんなもんや。熱い戦いだったぜ。We'll be right back.
パフォーマーが集まるミラクルステージブルームパレスへようこそ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。クロム、イツキ、やった！おう！これでいいかな？それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。シーダ、翼、やっ！やったね。え？これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。カイン、トーマ、行くぜ。いや、さすがだ。次はどうしよっか。パフォーマーが集まったらまた来てね。俺を構えろ、イツキ。これはミラージュの気配。
少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん、やっと追いついた。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さんたち。この頭痛。お姉ちゃん、お姉ちゃんだよね。私だよ、妹の翼だよ。誰なの、あんな子知らない。うん、違う、私あの目を知ってる。あのまっすぐな目を、まるでお姉ちゃん、迎えに来たの。だから一緒に帰ろう。でも違う、違うよ。翼はもっと小さくて可愛い。教えてあげるわ、お姉坊さん。あやが寝ていた間にこっちでは5年もの時が過ぎてるのよ。5年。つまりね、あの子はアヤハの妹よ。お姉ちゃん、やめて翼、その目で見ないで。私をこれ以上追い込まないで。頑張ってる。取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、ひどい言い草ね。人のせいにする男ってモテないわよ。私はアヤハを操ってないわ。だって私たちはパートナーだもの。じゃあ、あれがアヤハさんの本心だって。違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわけがない。だって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさんたくさん練習してたこと。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるのは虚飾の安堵、単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したのは、そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく。私より歌が上手い子が何人も潰れていく。私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいってすぐに気づいたわ。それなのにみんなは無責任に期待して重いの。私には背負いきれない。これ以上幻想を押し付けるのはやめて。私に才能なんてなかったのよ。そんなことない。アイドルをしてた時のお姉ちゃんはキラキラ輝いてた。歌ってる姿からこの仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ。アヤハはそんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。
才能なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから、今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。よろしくない。邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて。私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで、一か八かで、遅い。時を逃すな。から行くぜ、翼ちゃん。もう一つおまけ、これで。ゴッド。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。やってみねえ。もらった。失敗しないといいな。全部なぎ倒すよ。まずは俺が。来ました。うわっうわっ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、よし。そい、やった。俺から行くぜ、繋いでくれ。そーれ、ラスイッチ。やってみねえとは。はあ、聞いたぜ。セッション行きます。続いてください。次は俺が。よし、あと一体。了解。お願い、シーダ。任せて。俺が頼んだ。ナイスコンビネーション。いいぜいいぜ。次はどうすんだっけ。いつでもいいぞ。しまった。その調子。ありがとう。俺に任せて。結構手ごわいかも。失敗しも全部なぎ倒すよ。始めよう。こいつで最後だ。みんなありがとう。早くお姉ちゃんを追わないと。翼、ちょっと待ってくれ。追うのは賛成だけど、一度落ち着いた方がいいかもしれない。綾葉さんについて少し気になったことがあって。気になったこと。綾葉さんに取り付いていたミラージュ、嫌味な感じだった。それは私も同感だけど。もったいぶっといて言いたかったのそれかよ。それだけじゃない。もう一つ気になったんだけど、俺たちの声、綾葉さんに届いてないんじゃないかな。思い出してみてくれ。綾葉さんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの。歌というものがあるわ。シーダ、
翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て、歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは全く異なる力だ。キリアさんのライブ、うん、私歌ってみる。私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。この光はライブの時に出てきたパフォーマー。いつき、確かチキのユニティには才能を開花させるものがあったはずだ。このパフォーマーを使えば、もしかしたらミラージュの力を破れる歌を。うん、試してみようよ。やるしかねえな。私やるよ。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。翼お姉ちゃんのお姉ちゃんを助けるために特別な歌が必要なんだよね。もしかしたらその歌ってレディアントユニティで覚えられるかも。新しいカルネージが作れるようになったよ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ、レディアントユニティ。シーダ、翼、ヤッ！
これでお姉ちゃんに私の歌声を届けられるのかな。自信を持って、翼ならきっと助けられるわ。そうだね、私やるよ。絶対にお姉ちゃんを助けてみせる。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、レディアントユニティ。シーダ、翼、ヤッ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、レディアントユニティ。カイン、トーマ、行くぜ。いや、真打ち登場だぜ。他にご用は？これでいいかな？それじゃあユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。カルネージフォーム。今作ったカルネージ、ここでもう装備しちゃう？次は何をするの？パフォーマーが集まったらまた来てね。
Thank you.